何事もないことを祈りたいのです。ちょっと俺、ミオンのところに行ってくる。わかりました。若いのを二人ほど診療所に送ります。まさかとは思うけどね。何をやらかすか分かったもんじゃない。姿を見たら直ちに引っ捕らえてしまって構いませんか？本当は嫌なんだけどな。どうしようね。先日の会合でリュウグウレナを確保して警察に引き渡すことで決着しています。ですので引っ捕らえても一応筋は通ります。うちの対面じゃなくてレナの心情的に気の毒だなってこと。できたら本当に静かに静かに決着したいんだけどね。まあお若いですから、人さえ殺さなければ大抵はごめんなさいで済みますよ。じゃあアウトかもだ。あ、いえいえ、見つからなければセーフですから。セーフセーフ。沖ノ宮の界隈ではあの二人の失踪を気にする者はいません。何かのヤバい話を踏んで夜逃げしたんだろうということになっています。あの程度のごろつき、次から次へです。ですからセーフセーフ。アウトだのセーフだの、私ら野球拳でもやってるわけ？まあいいや。それじゃあくれぐれもよろしくお願いします。了解しました。では引っ捕らえてよろしいんですね？ちゃんとタッチアウトにするんだよ。クロスプレーなんかにしないようによろしく頼みます。今の電話はリュウグウさんをめぐる話ですか？まあ、はい。園崎さん、リュウグウさんはどうして家出をしちゃったんでしょう？お友達として何か知ってはいませんか？大丈夫ですよ先生。レナは今ちょっと病気になってるだけです。それを警察の某ベテラン刑事が素敵に勘違いして話をややこしくしただけです。まさか先生、レナが悪いことをして逃走中なんて信じちゃいないですよね？それはもちろんですけど、でも家出することによってご家族におかけしている迷惑を考えれば悪くないということはありません。何か悩みがあったのでしょうか？それに気づけなかった私は教師失格ですね。一度リュウグウさんとじっくりお話がしたかったです。先生、ちょっとヘビーに考えすぎです。もうちょっとリラックスリラックス。プチ
日家でなんて今時珍しくないですって。はあ、竜宮さんがこのまま不良になってしまって悪いことを始めたらどうしましょう。もしもし、ひなみざわ文庫でございます。今どこにいるんですか。わかりました。今からすぐ行きます。先生との約束ですよ。院長、先生は休養ができました。しばらく表へ出ますので、みんなを自習させてください。先生、今の電話はレナ？以上です。よろしく頼みますよ、院長。ケイちゃん！どうした？知恵先生慌ててどこに行ったんだ？レナから電話があった。なんて？お疲れ様です。今のところ異常ありません。あー、違う違う、今出て行った先生の車を追って。多分行く先にレナがいる。何？レナは警戒心が強いから注意してね。捕まえたら有無を言わさずに本家放り込んで葛西の指示に従うこと。私の友人だよ。怪我なんかさせたら許さないからね。ミオ、俺も行く。ケイちゃん、先生がレナのいる場所に向かったんなら俺も一緒の方がいいはずだ。頼む。そうだね、確かに。じゃあケイちゃん早く乗って。わかった。よろしく頼んだよ、ケイちゃん。ああ、任せとけ。
この道ってどこに続いてます？山の方っすね。このまま行くと谷をまたいだ隣の町へのルートになるっす。しまった！運転手さん、千恵先生の車を止めてくれ。え？え？早く！先生、俺たちレナに騙されたんだ。レナはここにはいない。もしもし。すみません、俺前原です。すぐに園崎美音に繋いでください。もしもし、聞こえてるのか？もしもし、何？圭一くん、みーちゃんに何か用かな？この。レナ、そこに、いるんだな。うん。いるよ。みーちゃんたちも一緒にね。圭一くんがいないのが残念だよ。一人じゃなかなかやりづらくって。うるさく騒いだり泣いたりして頭に来たから、何度か殴っちゃった。なんてこと！おい、レナ！いいか、ここには千恵先生もいる。だから、落ち着いて俺の話を。圭一くんはそっちに行っちゃったのか。だったらお話はこっちで聞くね。早く来てね、待ってるから。おい、レナ、待て、切るな。沖宮 TS より全社へ。日南沢営林署にて籠城事件発生。人質多数。全社は至急日南沢営林署へ向かわれとし。
ちゃん、遅れて申し訳ない。状況は？ご苦労様っす。本日午後1時頃、雛見沢営林署内の雛見沢分校区画にて教室占拠が発生しました。犯人側の第一要求は、営林署敷地内への一切の立ち入りの禁止と当方へのホットラインの確保です。ってことは、初めから警察と交渉する気ってことですか？どういうつもりだ？あと犯人は交渉人に大石さんを指名してます。犯人は竜宮玲奈。竜宮さんが？わかりました。いいですよ、こうなりゃ腐れ縁です。とことんお付き合いさせてもらいましょう。竜宮玲奈以外に犯人がいるか不明です。カーテンが閉められているので状況も一切確認できていません。通報者に選挙時の様子は聞いてませんか？いえ、竜宮玲奈からの直接の犯行声明でした。よって内部の状況は一切不明。担任と生徒の1名は犯行直前に竜宮玲奈の電話呼び出しを受け、遠方に呼び出された間の犯行でした。計画的ですね。営林署側の人間は人質には？今日は営林署職員は不在でした。よって生徒24名のみ。生徒数は担任が出席簿で確認した人数です。それプラス犯人ってわけか。竜宮玲奈以外に犯人らしき人影は？いえ、何度かカーテンから覗く人影がありましたが、いずれも竜宮玲奈本人でした。ですが規模他を考えて、おそらく最低でももう一人二人はいると予想されます。玲奈ちゃんはとても真面目ないい子なんです。こんなことをするなんて何かの間違いに決まっています。大丈夫ですか？大石殿、よろしくお頼みしますぞ。もしできるなら人質の交換を申し出たい。ぜひ私と子供たちを交換していただきたい。校長先生、それは私がやります。私が悪いんです。先生方、どうかご自分を責められないでください。先生方には校内の状況についていろいろとお聞きしたいことがありますので、ご協力をお願いいたします。ボンジ君、図面の方で話を聞いてあげてください。失礼します。1号車の無線に高杉課長です。はいはい、もしもし、大石です。大石さん、ご苦労さん。状況の大体は熊谷君に聞いたよ。犯人は未成年だそうだね。マスコミ規制の方を厳重に頼むよ。わかってます。あと犯人側が私を交渉人に指定してきてるようですが、問題ありませんかね？とりあえず犯人の要求なら致し方がない。頼んだよ。おいさん、車載電話に犯人です。竜宮玲奈です。早速ご指名の電話が来ました。早速出ることにします。ありがとう。はい、もしもし、大石です。
今ですね、県警の防隊と公安部で一斉捜査作戦を準備中なんです。何しろ市内全域を一斉にやりますからね、調整に多少の時間が。遅すぎる！大石さん、私たちは今、獅子骨氏が置かれている緊急的危機についてよく理解し合っているんじゃなかったでしたっけ？何をのんびりとしたこと。大石さん、本当に私の話を信じてくれているんですよね？私の味方なんですよね？味方ですよね？答えてください。もちろんですとも。ですが、警察組織ってやつは簡単じゃないんです。私も最大限努力をしてるんですよ。本当です。ただですね、やはり話の規模があまりに大きすぎるもので。じゃあ圭一君を呼んで。は？今何とおっしゃいました？そっちにいるんでしょ、圭一君。彼と話をするから早く呼び出して。わかりました。前原圭一さんですね。はい。竜宮玲奈さんがあなたと話がしたいそうです。通話代わってもらえますか？わかりました。もしもし。あ、圭一くん、よかった。戻ってきてくれたんだね。レナ。警察がね、レナの言うことを信じてくれないの。レナの言ってることが本当で、レナがやろうとしてることが本気だって、圭一くんからも言ってくれないかな。かな。やろうとしてることって、なんだよ。今、この教室にね、ガソリンを撒いたの。だからレナの持ってるライターでちょっと火をつければここにいる人質はみんな死んじゃう。それを大石さんに教えてくれないかな。なんですかあんたたちは。どきたまえ。ここの責任者は誰だね？おや、これはこれは。お久しぶりですね。県警本部の大高くんじゃありませんか。言葉を慎みたまえ。もう君にくんと呼ばれる階級ではない。何かご用ですかね、大高くん。今非常に立て込んでいます。まさか県警がこの現場を乗っ取るおつもりで？誰の了解で？私が許可した、大石君。所長。高杉君から事情は聞いている。君が撒いた種だという話も聞いているぞ。君はもう下がって、あとは機動隊に任せるんだ。機動隊って？大高君、あんたまさか吸収する気ですか？危険は重々承知だ。だがもう爆発まで時間がない。君が時間を浪費しすぎたのだ。その尻拭いを我々がしようというんだ。君らは引き継いで後方に下がりたまえ。おいさん、何者すかあいつは。大高くん。昔麻雀がクソ弱いくせに生きがってたから、ちょいと叩き潰してやったことがありましてね。それともあれかな、剣道大会で偉そうにしてやがったから面食らわして失神させたのを根に持ってるのかな。大石くん、現在の最新の状況を説明したまえ。あんた本気で突入する気で？突入は府警の専門部隊が担当する。
君はバックアップに回りたまえ。社長。大石君、府警の専門部隊はただの機動隊じゃないぞ。第二機動隊といえば君ほどの男なら噂くらい聞いてるだろう。なんすか大石さん、第二機動隊って有名なんですか？5年くらい前だっけ、空港の飛行機に犯人が立てこもった事件があったでしょう。あれをきっかけに東京と大阪にハイジャック専門の特殊部隊が組織されたって噂は聞いてましたがね。実在してましたか。でもなんだって府警の機動隊がこんなところに。たまたま県警機動隊との交流訓練があってね、特別に応援を要請したのだよ。相変わらずですね。話をすぐ派手にしたがる、その癖は。大鷹君、あんた学校で銃撃戦をやる気かい？安心したまえ。突入班が使うのは火器じゃない、ボート鎮圧用のガス銃だ。高圧ガスで催涙ガスを噴出する。何の問題もない。へえ、そりゃ便利な水鉄砲があったもんで。ところでそのおもちゃは校庭を横断して教室まで届くほど便利なものなんで。それは君が心配することではない。あとは我々に任せて下がりたまえ。刑事さん。どうしました前原さん。レナが教室内にガソリンを撒いたって。なあ。射撃用意、構え。待ってください。やめろ、撃つな。撃て。あ、
ミオン。よかった、ミオン。Ah!